やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか？いや、ていうかその質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。そういえばお前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし。よし、ここらで待ち伏せだってばさ。今だ！あ、あれ？うわ！すげえ！けどまだまだ！どんなに強いか見せてもらってもさ。やめろ、手仕事すごいんだよ。なんぞ見よ。結構やんだろ。
べてみる。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすみません。実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それでそのお願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？え？それもできないで弟子はないな。簡単だってばさ。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。一度だ。分かってんよ。しかしお前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くー、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ？こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行ったんだろう。
なんだ。あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、木ノ葉丸先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。アマ、せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。攻撃は組み立てが重要だ。近接攻撃だけに頼らず、飛び道具での先制も忘れるな。そっちだ。チャクラ量は常に把握しておけ。チャクラの有無が勝負を決する。無駄に使えば勝利は攻撃、雨の決意。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、
今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう。もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。この浜田先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。さーて、サスケのおっちゃんはどこに行っかな。里にいればいいけど、いなかったら森の中かな。いた。その目でしっかり見てくれってばさ。どうだ。ずいぶんと小さいな。それでは螺旋丸とはとても言えないが、できていることに。最後まで話を聞かないやつだ。くしょ。
どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では私がいいものをあげましょう。それって、これを使えばその方に認められるはずですよ。これからはクールに、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。さ、新しい。サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。サスケのおっちゃん、今度こそ認めさせてやるってばさ。どうだ、よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本…わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。
生まれ変わった俺の実力を見せてやる。生まれ変わった忍術炸裂だってばさ。驚いただろ、俺の華麗な術の数が強えだろ、俺。俺は本当の力を見せろと言った。だが、これがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた。なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら何？いいだろう、望み通りこれから修行を始める。よっしゃ。ボルト、遅いね。あいつ、今日が中任試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。ふん、随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験って
ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら行くよ、木陰の屋敷の前で木の葉丸先生が待ってる。あのね、ほっ